どれに強制的にね、キュッキュッて言ってみんな並べて、機関でてててて。韓国チェジュ島で体験したチェジュ43事件について語り始めた。母の両親、弟、妹も北朝鮮に渡った。息子たちが結婚し、孫が生まれ、仕送りの箱は増えていった。30年間毎年訪朝し、45年間仕送りを続けた。母は親族皆の生活を支えていた。はい、おはようございます。おじい、この歌ですよ。はい。彼氏だけ捕まないから俺が腹が立つね。どんな人がええの？美軍の孫、日本の孫は何でいいんだ。こんにちは、はじめまして、新井薫と申します。お母様に、ヨンヒさんと結婚させていただきたいと思いまして、今日ご挨拶されました。どうかよろしくお願いします。ありがとうございます。でも体格はがっちりしてあるから。主に12歳年下よ。知ってる人の名前あるかな。もう行こう行こう行こう。いつもアイドルが知りますし。犠牲者が多いんやね。悲しいことはね、覚えてたらしんどいからね。ね、忘れるのもいいかもね。